サボリバッグ米粉のブラウニー。さて問題です。これは何でしょう。3、2、1。ゼロゼロまあちなみにもう始まってるんで、あ、好きなタイミングでどうぞ。はい、今日はですね、はい、What's in my bag って言って、What's in my bag ですね。はい、カバンの中身を見せていただきたいと思います。髪の毛それでいいんですか。富山さん、してもらいます。映っているかな。映っています。映っています。はい、これはお化粧ポーチです。あ、まずカバンちょっと見せてください。なんか素敵なカバンお持ちじゃないですか。ありがとうございます。カバン、じゃらーん。これね、はい、ほら皆さんもご存知の京都のともちゃん、はいはいはい、プレステージのともちゃんは、はい、私に毎年、はい、高級ブランドのバッグをくださるんです。なぜか、なぜか、まあ、カバンください。カバン、あ、カバン、わかりました。カバン見せてください。はい、見せるの見たい。はい、見せました。これね、京都のともちゃんがくださったんですけど、2年前に金色のバッグ、ちょっとお待ちくださいね、はい、2年前にいただいたのがですね、こちらのバッグなんですよ。おお、で、はい、で実は1年前にジミーチューのバッグをいただきました、うん、だけどもそれを使わずにずっとこれを使っていたので、マミさんはしたらマッカートニーが素なのかなって、これをわざわざ大丸デパートで誕生日どうしても欲しいんですけどって言って、え、京都の大丸デパートのステラ・マッカートニー の, あの販売人の皆あの方、ありがとうございました。はい、いっぱい。そうです。というわけでニューステラ・マッカートニーのバッグでございます。えしゃー。今日はあのスタッフに、こんちゃんというあの照明さんが来てますんで、ちょっと時々ちょっと声が出ちゃう。どうぞ。はい、時々声が出ちゃってます。スタート。イエス。イエス。スタートしてます。それでは行きます。はい。マミちゃんのバッグの中、わかりますよね。うん。綺麗じゃないです。これね、サプリバッグ。お茶も入ってます。ジェイソーミンターティーも入ってます。うん、そして靴擦れよくします。はい。キズパワーパッド。これいいですね。それからちょっとなんかいかんなと思った時にカッコン糖とかも入ってます。食べ物は必ず入ってます。これはあのこの間白の民家に宮古田のドルフィンズに泊まった時に置いてあるもの何でも食べていいんですよ、部屋に置いてあるの飾れる。本当にすごい。お菓子は必ず持ってます。グルテンフリーのクッキー、これは米粉のブラウニー。さて問題です。これは何でしょう。ちょっともうちょっとじゃ あのアップにしてみましょうか。これは何でしょう。これね、難しいですよ。難問、難問。これは難問です。難問。あ、じゃあ、スペシャルゲストに今日はあのエリコさんが来てます。急に呼ばれる。急に呼ばれる。またない。エリコさんです。さあ、エリコさん、これ何でしょう。なん難しいですね、これね。あ、違うか。違います。こういう違います。それに近いんですよ。これに何かを乗せるんです。何やん。さて言い方。何かをって言い方。何を乗せるでしょう。この上に何かをね。何かを乗せます。匂い嗅いじゃダメです。匂いは嗅がないでください。足裏。足ですか。足裏。いいえ、違います。ヒントは女性。女性の部位です。部位。女性の。こんちゃんもやりたい。こんちゃんもやりたいんだけど。こんちゃん何だと思う。僕玉ねぎ思ったんだけど。玉ねぎと。玉ねぎなんだけど、これはちょっとわかんない。ちょっとわかんない。ありがとうございました。難しいです。実はこれ骨盤底筋チェック。ごめんなさい、今匂い嗅ごうとしましたよね。僕嗅いてないんだけど。あ、よかった。かんちゃん嗅いてませんでしたね。よかった、正解。椅子の上に
これを置きます、はい、そうすると異物感があって、うん、あのいつもあの活躍筋がキュッと締まる、うんうん、すごいというわけです。ごめんなさい、こんな近くで。母ちゃんも置きたい。ごめんなさい、はい、どうぞ差し上げます。これもうお高いですよ。お高いですよ。お高いですよ。これなんでしょう。はい、次歯ブラシですね。あとは自己紹介せずに去っていきます、ね、ちょっといいエリコさんダメ、ま、じゃあヤラマイカ大使のはい、ヤラマイカ大使のエリコです、はい、どうも皆さんお世話になってます。マミさんとね、そうなんですよ、はい、私たち同期でヤラマイカ大使を移植されまして、はい、それからめっきり仲良くなっちゃって、はい、本当にお花見行ったり、ね、じゃあ浜名湖行ったりいろいろしてます、はい、それで今私のお尻に敷いた骨盤底筋やつを匂いを嗅ごうとしてしまいましたが、それぐらいの中です。それぐらいの中です。そうですね、はい、どうぞ、あともありがとうございました。これからも本当にヤラマイカ大使としてどうぞよろしくお願いいたします、はい、しします。じゃあ向こうでお茶でも飲んでください。どうぞごゆっくり、はい、はい、じゃあ続きまいります。はい、ウォークマンね、ウォークマンじゃ古いわ、ウォークマン、昭和、ウォークマンってすごい、ウォークマンだとしたらめっちゃハイカラじゃないですか、これだって本体がないんだよこれ。これイヤフォンでした。ウォークマンじゃありません。古いね、出てきちゃうね、とっさに ね、こういうのが。はい、それでですね、税金の支払い、これは昨日いただいた滝屋寮のね。あ、滝屋寮行ってみたいですね。そう、行ってみたい。滝屋寮のパンフレット、それからね、これブローチね、お友達からいただいた。かわいい。そしてこれ日本人の体っていうこの本ね、必ず本一冊入ってます。まあほとんど読まないです、でも入ってます、必ず一冊入ってます。お守りですか。お守りです。私の本はお守りです、眠り薬。でも読んだ気になるの入ってるだけで。なぜかホテルのレーザーいつ使うんだっていうね。そんなに脇毛も剃りません、この年になると。でも入ってます。アメニティ全部持って帰ってきちゃう人ですか、もしかして。ホテルのアメニティ全部持って帰りますか。全部。私1ヶ月巡業があった時に、はい、全部持って帰って老人ホームに寄付したことあります。めっちゃ喜ばれましたよ。本当。あとなんかホームレスのね、うん、方の施設とか、本当トランクいっぱいになるのよ。でしょうね。1ヶ月毎日ちゃんと全部取っといたら。でもったいなくて、料金のうちじゃん。まあそうですね、払ったってことだ。そう、だからそれを貯めといて、なんか施設に、まあ、ありがたかったかどうかは別として、送ったことがございます。それでなぜか出てきた目黒区の印鑑登録書。あ、前のね、住所のと、前の住所、今の住所はもう使えないんだけど。暗くなってません、はい、はい、これまたお菓子出てきましたね。結局私はお菓子が多かった。小腹が空いた時、小腹が空いた時はたまらないわけですよ。今日は少ない方です、携帯。そして本日一粒万倍日です。3月31日一粒万倍日、とうとうお財布を取り替えました。おー、これでありがとうございます。1000円ありがとうございます。どこのお財布ですか、ちなみに。お願いいたします、フォローお願いいたします。これはブルガリの、あ、忘れた頃にやってきました。続きます。これブルガリの、これもゆりちゃんにいただきました。あ、ゆりちゃん、あら、ゆりちゃんにいただいちゃいました。お誕生日プレゼントですか、はい、これはお出かけした時の手土産です。さすがゆりちゃん。ゆりちゃん一粒万倍日に使い始めました。ゆりちゃんのお財布です。ゆりちゃんのお財布じゃないです、ゆりちゃんからいただいたお財布、ブルガリのお財布、今日からお金を貯めようと思います。よろしくお願いいたします。というわけで、まみちゃんのカバンの中でした。イエーイ。じゃあ最後、拍手。あれじゃ
ではない。どうぞチャンネル登録チャンネルだチャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。